1934年フランスグランプリのスタート前の様子。ドイツ勢は信頼性の問題で脱落し、スクーデリア・フェラーリのルイ・シロンが優勝した。1934年のグランプリシーズンは、愛遅れ、ヨーロッパドライバーズ選手権のタイトルが設けられなかった2年間におけるグランプリシーズンである。アキーレ・バルチが6つのグランプリに勝利して最多勝値を上げたドライバーとなった。 アルファロメオのマシンが開催された35のグランプリのうち18を制し1934年シーズンを設見した。1934年シーズンは 750kg フォーミュラが施行される最初のグランプリシーズンとなった。新レギュレーションの狙いはパワーの増加で危険性が増したグランプリマシンのスピードを抑制することにあったが、 結果的に軽量かつハイパワーのマシンが登場し、グランプリはさらに高速化した。好転する経済状況の中、メルセデスベンツはグランプリに復帰することを決定し、新レギュレーションに合わせてメルセデスベンツ W25 を開発した。進行のアウトウニオンも、また自社の知名度を上げるべくフェルディナンド・ポルシェの設計図を利用したアウトウニオンタイプ A で参戦した。 7月のフランスグランプリに登場したメルセデス W25 とアウトウニオンタイプ A はアルファロメオ P3 やブガッティ T59 マセラティ 8CM といったライバルを大きく上回る性能を見せたが信頼性の問題から共にリタイアしたドイツグランプリ以降のグランエップルーブはドイツ税の独断場となり関税をめぐる揉め事への抗議からドイツ税が危険した ベルギーグランプリを除いて全勝した。メルセデスで復帰したカラチオラは9月のイタリアグランプリで久しぶりの勝利を挙げたが、負傷の影響からレース途中でファジオリと交代することを余儀なくされた。スクーデリアフェラーリのギモルは24歳という若さながらモナコグランプリでルイシロンを退けて優勝したほか、アウトウニオン勢との対決となったアブスレンネンでも、 優勝するなど活躍したが、8月にペスカーラ、サーキットで行われた、コッパーチェルボのレース中に、自己死した、ドライバーコンストラクター、ありがとうございます。